僕に歌ってほしいって言うなら条件が一つ。桜庭さんだっけ、必ず僕を売れっ子にしてやるって言ってた敏腕マネージャーの人、あの人が僕の性欲処理に付き合ってくれるって言うなら条件を飲んで契約書にサインする。だとさ、どうする？わかりました。俺たちの関係は最初は柚月の脅迫から始まった。俺は彼の声が好きだった。僕は桜庭さんの望むような歌手になるために関係を迫っただけ。おじさんみたいに仕事もプライベートもずーっと一緒にいたいなんて理由で好きな相手の人生丸ごと奪ったりなんかしてないし。ああ、仕事もプライベートも奪ったのはお前も一緒だろ。何その仕事とプライベートは分けてますからってよくある低レベル芸能カップルみたいな言い方してんじゃねえよ。ガキのくせに陽の人生をはちゃめちゃにしやがって。二人ともやめてよ、ここはライブハウスなんだから。事務所とは違うんだ。そうだよおじさん、邪魔、帰れ。ああ帰るのは柚月だろ、これは事務所の経営に。どっちも必要ない。え？柚月、無理してついてくる必要ないんだよ。コンサートの練習で疲れてるんだから。疲れてねえし、桜庭さんこそ寝不足じゃん。大丈夫？俺は大丈夫。柚月みたいに肉体労働じゃないから。ダンスレッスンきついんでしょ？毎日フラフラになってる。今日だって平気だから慣れればこんなも、ほらフラフラじゃないか。ちょ、ゆずき、誰かに見られたら好きあり。桜庭さん好きありすぎ好きありとか言ってる場合じゃないから。ここ外、歩くの辛そうだから支えようとしただけなのに。キスしてても誰も見てないよ。それよりライブ聞きに行くって言うから桜庭さんにマーキングが必要だろ。必要ない。だいたい柚月ついてくるんでしょ？だって桜庭さん一人でライブハウスに行くって言うから不安になる。帰れ帰れって何度も言ってくるし。柚月が疲れてるの知ってるからスタジオで立つのもやっとだったでしょ。無理してほしくない。無理してねえし。無理してる。いつも先に柚月が寝ちゃうし。桜庭さんこそ家に帰るなりバンドの再結成だって言ってハンターの作曲で部屋に閉じこもってるだろう。うん、今夜は仕事部屋には行かない。柚月と一緒に過ごすよ。本当に約束、今夜は二人で過ごそう。じゃあゆっくり休んで。柚月、俺からのお願い。やだ。じゃあついてく。柚月疲れてるのに休んでよ。やだね、疲れてないから。歩けるし。全然柚月が大丈夫に見えないから言ってるんだけど。それにしてもゆずき、ダンスが苦手だったとはね。何をしてもさらっとできちゃいそうなのに。声も良くて音程もずれない。声量あって感情豊かな歌い方もできてるのに、ダンスはダンスも喧嘩と同じだ。慣れればできるはず。ダンスと喧嘩は違うよゆずき。ほら、もう少しで目的地のライブハウスだよ。ところで、誰のライブなの？実はわからない。今夜はゲリライベントをするらしいんだ。新人枠に結構客入りのいいのがいるらしい。聖一郎も気になっているみたいで、新人発掘にはいいかもって。
なら、おじさんがやればいいじゃん。事務所の社長なんだから。うん。聖一郎も来るよ。ライブ会場で合流予定。は？桜庭さん、一人じゃないの？どうやら俺には、護衛してくれる人が二人もいるみたい。ゆずきと聖一郎と。ねえ、ゆずき。ライブハウスに入る前に、少し。ね。少しで止められるかわからないけど、おじさんの前じゃキスできないからな。俺は桜庭陽、芸能プロダクションでマネージャーの仕事をしている元バンドマンだ。勝手についてきたこの口だけ偉そうなワンコは、うちの看板シンガー、ゆずき。俺は業務契約上、マネージャーでもあり、音楽プロデューサーでもあり、ゆずきの性欲処理のために抱かれる、仮初めの恋人役、なんていう、おかしな関係でもあったりする。でも最近お互いの気持ちが通じ合って、俺たちは仮の恋人ではなく本当の恋人同士になった。まあ社長以外には秘密だけど。BLCD ミニボイスドラマ、愛の形。原作日向水。どこに行けばいい